大丈夫か大丈夫か。ああ、待って。蹴って切るんだ。蹴って切る,るんだ。蹴って切るんだ。ああ、怖い。振り払えたー。<laughs> 早く逃げよう。ああ、連打ンゲーだったか。まあ、マジかマジか。ああ、なるほどなるほど。なるほどねー。なるほどねー。ああ、大丈夫。あの温量は振り切れる。やばい。えげつない量の産地が減っていく。捕まっても振り切れば大丈夫。怖くないよ。いや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 。あ待って。 産地回復するのかあ、産地回復するらしい入ったら。さっき減ってたよね五十何歩まで。回復するらしい。じゃあ結構難易度的には優しい感じかな。そんなヘマしなければ知らない感じになってるかな。ちょっととりあえず明るい机を調べていこう。えー、机の中に何か入っている。えー、さらば、青学中、美しい木造校舎。昭、待て。昭和、何て書いてある死。しし 四五年四月四日。四並びで漢字のし」ってなんだ。昭和四年に <laughs> 建てられた青樹海中学校では何年にもわたって頻繁に廊下が推進しえ、待って、水浸しにされるいたずらが多発していた。木造校舎は腐食しやすくなり、廊下が踏み抜かれるなど生徒が怪我をしやすい状況が続いていた。えげつらいことするなぁ。 えー、犯人は、えー、不明のまま昭和四4年には、えー、鉄筋コンクリートに改築され現代的な近代的な外観へ変わった美しい木造校舎は惜しまれながら姿を消したわー広告ありがとねここって本当に昭和44年ってことか青樹海中学校44年なのか取り壊されたはずなのにどうして昭和だもんね 知らないよ。トリ、トリップしたんじゃないかい待って、どっから来たんだっけか。え、俺どっから来たんだっけか。やべえ、記憶が曖昧ミーなんだけど。<laughs> なんかある何これお邪魔します。開か,か,か,かない、開かない、開かないらしい。開かねってなんだよ。開けよ。え、ちょ、どっから来たか分かんないから、じゃあこっち行こうか。うん、4組の方に行こうか。はい。 あらあら怖い。外は雨はが降ってるようだ。初めて窓の外見たわ。雨が降ってるらしい。ちょ、帰ろうね。あ<ー> <laughs> 待て待て待て、ボタン連打ボタン連打 あああチャイもらったのかチャイムラッのかチャイムラッのか,のかダ,ッダッシュで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 帰ろうダッシュで帰ろう走って帰ろうシュルシュルシュル早く逃げなきゃ早く逃げなきゃちょ,ちょ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 待って待って、えー、ああ4組4組はい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 、はい、ああびっくりーびっくり,ーっくりーあれーここってはめにいた教室えループしてる 誰かの声が聞こえる待ってなここってここって安全なんでしょここって安全なんじゃないの買いセーブしたよなもう何もない待ってちゃいもらったら教室これ読んだね声の主を探すえちょっと待って声の主どこにいるこれ教室内にいるってことああああああ誰何これ顔 ま、待ってひヒしきこちゃんかなこの子あなたはこの学校に引きずり込まれたの多分私はやっぱほら村岡しきこえ青樹海中学校に通っていた生徒ですえ同じ学校の生徒なの同化してるよそうですただし昭和44年の木造校舎があった頃の生徒です あなたも見たでしょあの怨霊は私のセーラー服を奪って私になり変わろうとしました。じゃああ四季子ちゃんは全裸なんですかその裏側は。あらやらしい。そして、しきこさんと呼ばれる都市伝説となり、なんだそれ。えー、ペンネームみたいな。人々はここへ引きずり込んでいるんです。偽名ですかしきこさんって、どうしたらここから出られるのそれだよ。 この学校から出る方法は私にもわかります。なんだよー助けてくれよ、俺を。時故後のチャイムが鳴ったら、しきこさんが現れます。とにかく逃げてください。あなたはどうするの私は闇の木造校舎に飲み込まれてしまった。もう死んでいるんです。え、肉体はもうないってことなのかセーラー服だけじゃなくて肉体も奪われたのかなしきこさんに。それともう一つ。 あなたより前にこの学校に引きずり込まれた人たちがいます。あれか、最初のオープニングの、何ちゃんだっけどうか気をつけて。彼らはもう人間ではないから。ウ、え、ェー何か質問があれば聞いてください。えー、あなたは誰平田隆って誰あの音人は何この学校は何 どうしたらここから出られるのまあ、とりあえず上から全部聞いていこうか。あれだね、4は確実に漢字の真に直結するんですね、これ。怖い怖い。あなた誰私は村岡式子。昭和44年にあの音量に殺された生徒です。第1の犠牲者ってことかな第1の。えー、死んだ後、魂はこの学校に縛られ、自爆霊になりました。自爆霊って音量とは違うのジバニャンみたいな感じかな式にニャン四季ニャン シキニャンかなじゃシキニャン私がそんな風に見えますかシキニャンに見える大丈夫私はあなたの味方ですなるほどようかい,いのみたいなそう見ると可愛く見えてきたぞ何か聞きたいことシキニャンに聞きたい平田隆って誰平田くんは私が行方不明になった後この学校に引きずり込まれたようですふむ私を探してくれたみたいだけど今はどうなっているかわかりません ハック死んでない生きてたら逆に怖い。二人ともこの学校内で会えなかったのそうです。この学校は何者かの意思によって空間が歪められています。誰だ最後まで会うことはできませんでした。最後までってのがなんか辛いな。そんなかわいそう。へえ。何か聞きたいこと。とりあえず全部聞いとこうか。あの音量は何 あれはシキコさんという都市伝説の音量です。都市伝説の元になったのは私の失踪事件がきっかけだったようです。やっぱ第一の犠牲者、もともとはどこからやってきたのかわかりません。えぇ、シさんって聞いたことあるよ。何知ってるのかライデン。現代の学校でも噂になってた。知ってるのか。都市伝説のあった音量は人々の記憶がその存在を固定させます。みんなが覚えている限り、しきこさんがいなくなることはありません。 ええー、無敵じゃん。記憶が固定させる <laughs> 難しかったでしょうかすみません。<laughs> 気を使われてる。きにゃに気を使われてる。わかるよだいたいわかるよ。ちょっと、ちょっと言い返しただけじゃん。気使わんといてや。この学校は何だ、だいたいわかってるから。ここは昭和44年に取り壊される前の青樹海中学校です。ふむ。 ただ、中の空間が大きく歪められていて、元の中学校とは構造が変えられているようです。だよね、ねだって教室から教室へ一方通行とかありえないからね。だって自分の教室に行くために先輩の教室とか行かなきゃいけないっていう、ありえない構造だよ。どうしてこの学校がまだあるのそれよ。本当のところはわかりません。あの音量がなくなったはずの学校を呼び覚ましたのかもしれませんね。ってことは何だろう。学校になんか未練とかあったりすんのかな。こだわるってことは学校に。 はい聞きたいことだらけだよどうしたらこっから出られるのわ <laughs> かりませんすみません <laughs> 7割わからないんだないいよいいよしきにゃんそんな気にないといてえー、よえー、よええよしきにゃん君はいるだけで俺の癒しにはなってるようん誰もいないよりはえーと次どこ行く ?1 年2組ロッカー1年1組1年1組って行ったんだっけ これ話したことによってロッカーが開いてたりしないかな。まあ、でもどうしよう。結局ループしてるんだったら、さっきの道行こうか。私の教室から出て、この教室から出て戻ってきちゃったんだよね。途中に別れ道なんてなかった。私どこ行けばいいんだろう。あ、村岡橋君ヒントを聞く。何さっき全部聞き倒したと思ったが。あ、痛い痛い。くそ。机に足ぶつける。痛いわ。聞いてよ。どこ行けばいいかわからなくなったんですかせやで。 この学校は何も来ない石で、えー、空間が歪められていますこの教室の、ま、この教室の机から西側にある壁を調べてみてください西側にある壁何その先は別の教室につながっているはずです何結構知ってるじゃないか机から西側西ってことは左手の方角ですね地図の画面の左側の方角両替です こっちでいいのかあすごい丁寧に丸が書いてあるははははは見えるからみんな左の方に丸が親切だなおいいてここしかないじゃないかもうここかのおっ開けこまおお壁が伸びた <laughs> なんだ今の言い方噛みそうになったけどギリ回避村上さんどうして知ってたんだろう壁が伸びたが あ、伸びた感じになってるんだ。ほんとだ。一年三組。伸びた、伸びた。うわぁ、一本道だ。外は雨が降ってるようだ。ダッシュ駆け抜けろ風のように。待って、来んなよ。うわブクブクブク絶対来るんすな。絶対来るんすな。駆け抜け。ブク、ブク、お守りなんか使わねえとこだよ。このチャイムは一体何なの知らねえよ、もう。知らねえよ。 わかんないよ、もう。わかんないよ、あれ。<laughs> これ、ま、もう一回戦うこととか可能なのかなおーい。もう余裕だから、もう何回でも戦ってやるぞ、俺は。ええー。やべえ。怖くなってきた。あいういちょいちいちょいちいちょいちいちょあ、早く撃つななきゃ。42?42 <laughs> 42でいいのこれ。いや、やばい、死にかけてる。死にかけてる。あ、ちょ、待って待て待て、もうやめてください。やめてください。<laughs> やめてください。

このロッカーって何だろうワープ装置か何か開かない。開かないでござるわ。ワープなのかなあれは。何だあれ。何だ水道、理科準備室、理科室。ちょ外出る前にこっち行ってみようか。カーテンがかかっている。うん、うん。それは知ってるんだが、すす、進めないらしい <laughs>。何だろカーテンには弱いのこの子は。進もうぜ。カーテンでなんか遮られた。 ああ、行きたくないなあ、行きましょう。水場は霊が集まるっていうよ。そろそろ来るはず、チャイムが。やっぱりな、やっぱりな、知ってたわ。待って待って、どこだ、これ。これどこだやばい、やばいぞ、これ。やばいぞ。俺どこ向いてるこっちかこっちかわかんなくなってきた。 ぶぶつかるぶつかかるる頭からぶつかる。ちょちょちょ、あちゃあちゃやめてください。やめてください。やめてくださいよ。待って待って。えっ待って。えっ待って。え,え待っ ?6 星の方にキよあなるほど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 。なるほどなんか,なんかいろんなパターンがある。待って、やばいやばい。いろ、あれびっくりした。決定機連打じゃなかった。6房星の方に十字キーをう。てね、てね。やべえ。ワンパターンじゃない。やばい。びっくりした今。テンパってた。だって連打しても、連打してもだって。 <laughs> もういいよ机け中にノートが入ってるはいあれこれって木島さんが使ってたのと同じあオープニングに出てきた木島さんどうしてここにノート手に入れたよもうや木島さんまさか来たんでしょここにここにいるのいるいるいるのかなあっえー、木島かなこのノートうわっ 学校が集まらない。勉強もついていけなくて面白くないし、なんかイライラして、茶髪に染めて学校にいた。友達に避けられるようになった。外見がちょっと変わったら、私はもう友達じゃないの何も言わないくせに掲示板では、私のことを話してる。何か書かれるのが怖くて毎日見てた。みんなのことが嫌い。でも本当は嫌いじゃない。もうどうしたらいいのかわからない、えー。髪染めるのは学校的には OK なんですね。木島さん、こんなこと考えてたの でも裏でコソコソってのは陰湿ですよね知らなかったわーちょっとどどう出るかい今一1年5組なのかー待ってあ降ってるね怖いねで全部全部周り全部ガラスってどうなのよこれこれ黒板になんかまあ、まぁ戻るあちゃちゃちゃ戻るか出たくないが 他にに何か周りに丸マークとかないよね。丸マークのとこは調べたらね、廊下伸びるからね。はい、駆け足していこうと思います。ダッシュ <laughs> ぶ,つ<か> <laughs> ぶつかる。か待って、ぶつかる。ちちちちょょょょ待て、待て、今どこ向いてる、るやめて待て、待て。やばい。ちょぶつかる、ぶつかる。すごい、イノシシがこの子は <laughs>。イノシシなのかこの子は。壁という壁にぶつかっていくけど。で、開いてみて、あ、あ、あ6毛星6毛星の、6毛星の呪縛に。ああ、さえなまれながら僕はゃあじゃあ。

あかねえでやんす。ごめん。くそ、なんか、あ、あ、ああ、待ってるー。待ってるー。ごめん。誰かいるのーそこにいるのは三倉さんかなこちゃんなのあなたは。だ、誰誰なのお、同じ、私同じクラスの木島。木島かなこよ。なんか、足が紫なんだけど。ナスなす。なす <laughs> ナスみたいになってるけど大丈夫ナス木島さん腐ってない大丈夫なな,なん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 ,なん三倉さんもここに閉じ込められちゃったんだねうんうんせやけどせやけどねえな何一緒にこっから出よう <laughs> やばいヘブンゴーゴーヘブンしちゃうたぶんこの子と一緒に行ったらゴーゴーヘブンしちゃうけど大丈夫かいえ別コードダメ 私茶髪だし嫌われてるかもしれないけどそ,そんなことはないよ友達になってくれるうんー行きたい協力して一緒にこっから出ようようー木島さんがそんなことを言うなんて分かった一緒に出よう優しい優しい木島さんカーテンはめくっちゃだめよおおおあれいないパターンなの木島からこを追う 逃げたのかやめてよ水道があるよそっちには広告ありがとうありがとう広告今北さんもゆっくりしていってねあー米はこれこれ米は。まあ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 あ、あ、あ、すげえカーテン <laughs> なんだろうバラエティ番組とかに出てくるなんだろう証言者みたいなカーテン越しじゃなきゃダメなの声はボイチェンなのかなえ、三倉さん越しじゃなきゃダメ カーテンの私知ってるよ三倉さんが放課後に残って勉強してたの優等生や,やからなあ主権いらっ試験依頼者行くしててねえ C 組の友達と同じ学校に行きたくて頑張ってたんだよねバレてる私にはできないな友達のために頑張るなんてだからこんな風になっちゃったのかないやいやいやだ大丈夫だよ 待って、木島さん。いろいろ考え方はあるからね、人それぞれ。カーテンは、ああ、また逃げた。木島かなこう、カーテンが多い廊下だな、ここは。うわあ、分岐点があるよちょ。分岐のとこまで進ん、ああ、右に行けという大口。<laughs> すごいよ、歩く歩道があったよ。マジかよ。木島さん、ここ曲がってた。ベルトコンベアでもあるのか。この先って理科準備室。 出荷されたんだけど <laughs> かなこが出荷されたーうわーやだー行きたくないかなこは出荷よーそんなーあ私ね本当はみんなと友達になりたかったのふむふむふむ一緒におしゃれしておしゃべりしたかったのマルキューとか行きたかったよね一緒にねユニクロとかでもどうしていいかわからなかったバカみたいこれじゃ死んで当然だよね そんなことないよ。そんなことないよ。カーテン、ああ、やっぱり逃げたか。待ってよ、木島さん。うわあ、どうしちゃったのもう、もう分かんないよ。分かんないよ。あー、すげえ、この廊下すごいぞ。急カーブが待ってる。見て。あー、ちょ、あーちょ、はは、しょっかよ。<laughs> ど,などな、どな。もう、かなこ、かなこ、かなちゃん。 カナちゃん待ってよなんか、なんか <laughs> 猫背に、猫背に。長時間立ちっぱは辛いと思うよ。ここに入った猫背ってた。あ、やべえ。あ、あ、ああ、カナコう。広告ありがとう。変色した薬瓶から変な匂いがする。うわ、にこれ。なになにホムンクルス的なちょ怖いが。 行ってよいのか金子を追う。ちょっ待って。廊下、廊下。二つも書かなくても。わかるが。待って、長くねこの廊下。長くねちょっ待って。長いな。廊下、廊下書きすぎだろ。<laughs> どんだけ廊下強調してるんだよ。この地図パネーな。わか,かってるよ、廊下ぐらい。一回書いてくれればわかるよ、俺。あー、待ってる。待ってる。木島さん、ずっと廊下にいたら危ないよ。 でも今んところチャイム一回も鳴ってないんだよなチャイムが鳴ったらシ子さんが来るの早く教室に行こうええー、子やでええー、子やで木島さんやばいついにシカトされてるやばいのか自我が開けるよやめたほうがいいんじゃないかあのー、あっあっあ,あれ 振り向いたら、やつがいないふり、やだよ <laughs>。振り向きたくないよ <laughs>。私ここで頭かちわって死ぬの <laughs>。私私ここで頭かちわって死ぬの。あー、まじか <laughs>。い,いえ、振り、ふり、あ、待って。シフトキーも押せないの。キャンセルも押せない。はーい、みんな気をつけてくださいね。うーん、ちょん、ああ、やっぱり友達になってくれるのー。目向いてるー ごめん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 ごめてくださいごめんなさい帰ってごめんいごめんなさいやめてごめんい。んごめんよごめんごめんせてごめんよ目向いてんごめんか。ああごめんなさいごめんなさいごめんなさい知りたくないですごめんなさい知りたくないです。ああボタン連打がめんごめんごです。ごめんなさい帰らんごめ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 んご あ,うわうわああ、増えてる。増えてる。増えてるんだ。木島さんどうして。<laughs> 幽霊になっちゃったよ。幽霊に。まだ行ってない、今日言うき。ついの。増えてた。増えてたんだがー。あーちょあー、ちょっと、あの、ちょっとが、心のせいでしてきていいですか。<laughs> ちょっとね、あの、心臓にちょっと悪いこのゲーム。 ああ、ああ、ちょっとあの、お茶飲んでくるね。<laughs> 次のパートで会いましょう。最後まで見てくれてありがとうございます。お疲れ様でした。じゃああの。